きょう中部電力は南海トラフ巨大地震の発生に備えて防災訓練を実施し従業員およそ1万5000人が参加しました訓練は最大震度7の地震が発生し静岡県御前崎市の浜岡原発と愛知県と三重県にあるすべての火力発電所が停止した想定で大規模停電と原子力災害それぞれに対処する2つの対策本部を設置 従業員らは初動の対応や被害状況の把握早期復旧に向けた手順などを確認しました中部電力は訓練を通じて災害への対応力を高めたいとしています